ラーニー・キバーブは、インド西部、グジャラート州のパータンに残る階段井戸である。インドの宗教文化とも結びついた、独特の階段井戸は特に西インドに数多く残るが、サラスワキ川沿いに築かれた、この7層構造の階段井戸はその中でも代表的なものと位置づけられ、2014年にユネスコの世界遺産リストに登録された。日本では、ラニー・キバブ、ラーニー・バーブ、 ラーニーはアウ、ラーニキバブ、ラーンキバーブなどとも表記される。また、ラーニーはインドの女王、王妃、王女などを意味し、バーブは階段移動を指す名称の一つであって、意味を訳して王妃の階段移動と表記されることもある。世界遺産名称はそれらの兵器である。インドの階段移動は、井戸と名がついてはいるものの、日本語の井戸から想起される。 構造物からは乖離しているとしばしば言われ、実際にはヒンドゥー教やイスラームとも結びついた神殿のような建物である。紀元前3000年期以来築かれてきたが、現在の様式につながるものは3世紀から4世紀頃に現れ、6世紀以降に徐々に建築方法や様式が洗練されていった。インドに数百単位で残る構造物で、 うち100程度が良好な保存状態とされる。首都デリー周辺も含め、インド各地に見られるが、とりわけ、グジャラート州に多く残る。そのグジャラートに、数多く残る海岸井戸の中で、現存最古と言われ、また、規模の面でも最大級とされるのが、ラーニーキバーブである。ラーニーキバーブのビシュヌ像ラーニーキバーブは、ラージプート小王朝の一つ。 チャウルキア朝のビーマデーバイスセヨウの亡き後、彼を忍んで、王妃、ウダヤマティが11世紀中に建造したものである。パータンは、当時の王都だった。その規模は奥行き約65メートル、幅約20メートル、深さ約27メートルで、マルグジャラ様式が採用された7層構造になっている。なお、グジャラアト州は、水と結びついた女神信仰が盛んだった土地であり。 この地には、王妃、大富豪夫人といった女性が建てた海岸井戸が多い。その後、13世紀以降のサラスワティガーの反乱で、デードに渦漏れてしまい、本格的な調査は20世紀まで行われなかった。このことは、彫刻が良好な状態で保存されることにつながった。レリーフに描かれた彫刻は大きなものだけで500体以上、小さいものも含むと1500にもなる。 その中でも最央部に位置するのがビシュヌで、春分、秋分に差し込む陽光に照らし出される場所で東向きに掘られている。この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは1998年7月3日のことであり、2013年1月31日に初めて推薦された。特徴的な井戸はアメリカ先住民やエチオピアの民族などにも見られるが、 世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議はそれらと比べても独自の価値を認められるとした。また、インド国内に残る階段移動の中にはソーレーサが特筆されるアダーラジの階段移動をはじめ各種文献で紹介されるものがいくつもあるがラーニー・イーキワーブはそれらの中でも特に技術的、建築的観点や装飾群の芸術的観点などから 顕著な価値を有するものとアイコモスから認められ、登録が勧告された。2014年の第38回世界遺産委員会では、委員各国から技術面や芸術面に対する賛辞が相次ぎ、異論んなく登録が認められた。この世界遺産の正式登録名は、英語、ラニキ、ボーブ・アット・パターン、グジャラとおよび、フランス語、ラニキ、ボーブ・ア・パターン、グッド・ジャートである。 その日本語訳は以下のように若干の揺れがある。レリーフの数々この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。この階段移動の芸術的、建築的意義などに対して適用されたものである。なお、もともとインド当局は基準とで推薦していたが、アイコモスが基準の理由説明として提示されたものは基準にこそ、 ふさわしいとして、適用基準の変更を勧告しており、委員会決議でもそれが踏襲された。ウィキメディアコモンズには、ラーニー・イーキワーブに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。